長が光秀に撃たれただと？世に火を継いで大返しじゃ光秀を待て兵が持たねえ。それにあんな奴の敵討ちなんか。わしにゃよ、わしの夢があるんさ。侍も民も皆が楽しく暮らせる世を作る夢がよ。わかったよ。他の奴らにできるのは信長の夢を去る真似だ。あん時のお前を信じるぜ。明智軍はまだ戦の準備ができとらんな。光秀が来る前に天王山を抑えてしまおうや。闇の敵を囲むのじゃ。秀長と組んで天王山を守るさ。光秀の天下はお侍さんだけの世じゃ。だったら光秀に負けるわけにはいかん。
見事な腕前です。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。洞窟か。クラブを狙い撃ちするにはもってこいだ。ほんじゃ、何かある前に手を打ったかな。決めるか。敵将を討ち取ったり。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。いい腕してるみたいだな。おいおい、盛り上がりすぎだぜ、お前さんたち。このままではいかん。あんたばっかにいい格好はさせられないぜ。押されているか。お見事な腕前です。you
我らもこの機に乗ずるのだ。みんな突っ込むで。決着。お見事な腕前です。お見事な腕前です。秀吉、天下に望まれるのは信長ではない。あのお方の天下。おめえは理解の訓問を切り捨てた。そんなおめえの天下、民も侍もついていかん。なぜ無駄死にしようとするのか。してるみたいだな。終わるのか。これでようやく望んでいたのか。私はこれを。眠れや光秀、安らかにな。お宮さんはすかんが、心はついでやるで。このまま天下へ。